あれ、マリサどこ行った？お、いたいた。ねえマリサ、ちょっと聞いてよ。ねえねえ、ちょっと聞いてよ。おいー、無理しないでよー。うわぁ。何してんですか？ちょっとダニ退治を。ダニ扱いってひどすぎる。いや、音楽聞いてたら突然声かけられてびっくりしたんだ。恐ろしくて声かけられない。かなり声かけたのに。ああ、ノイズキャンセルのワイヤレスイヤホンつけてるからな。あのイヤホンってうどんみたいでダサくない？その感想久しぶりに聞いたわ。そういうお前は音楽聞くときどうするんだ？ふふ、実はうちにホームシアターセットがあってそこで聞いてるのさ。お前んちそんなのがあったのか。それで野球の試合を見たら矢島でバッチシ聞こえるんだ。悲しいほどの高精度。それを聞いてストレスマッハなんだ。もう見るのやめろ。珍しいですね、最近ホームシアターってそこまで売れてないんですよ。そうなの？それで名門の音響機器メーカーが倒産しましたからね。そうなのか。ということで今回はその企業を解説しようと思うのですが。いやじゃ。あらやだ。帰ってメジャーリーグ見るんだ。お前 WBC 見てからすっかりハマったな。昼間もワイドショーの大谷特集を永遠と見てるよ。働け。聞いてくれたらカルビーのプロ野球チップスをあげようかと。よっしゃ聞く。ちょろい。カードはまた抜き取り済みなんだけどまあいいか。ということで今回解説する企業は、音響です。なんか聞いたことある名前だな。音響機器でよく見かけた名前だな。音響を立ち上げたのが五代武氏。どういう人なの？松下電器でスピーカー製造工場の工場長だったのですが、もともとスピーカーのプロだったのか。満足できるダイナミックな国産スピーカーを自分で作れないだろうか。ということで46年4月大阪に有限会社大阪電気音響社を設立。その後大阪音響と名前を変えました。大阪のメーカーだったのか。それですごいスピーカーを作っちゃうと。いえ、最初に作ったのはクリスタルピックアップというものです。なんじゃそりゃ。ピックアップって確か音を電気信号に変換するやつだよな。いきなりスピーカーに行かなかったのか。それでお金を貯めながらスピーカーの研究をして48年1月にスピーカー工場が完成。同年4月に音響製のスピーカーを完成させました。ここから本格スタートだね。スピーカーで音を出すのに重要な高音子も自社製造しました。材料からこだわってるね。料理作るみたいな言い方だな。それで価格は他社の 1.5倍。高いわ。しかし感度が良くていい音が出ると評判でした。なんか感想がエッチな気が。お前最低だな。さらに独自にノンプレス高音というのを発明しました。技術力があったんだな。53年1月に音響初のラジオを開発。大きなスピーカーで圧倒的な音質を実現してヒットしました。やはり大きいは正義。まあスピーカーは大きい方が迫力がある音を出すからな。55年にそのスピーカー技術を使って音のいいテレビというコンセプトでテレビ生産を開始。テレビまで作っちゃったのか。まあブラウン管は外部調達すればいいからな。56年4月にはマンモスホーンとマルチアンプ式のコンサートを開催。マンモスホーンってなんか大げさすぎない？長さ4メートルの巨大ホーンですからね。でかすぎだろ。私たち饅頭何個分だ？例えとしてわかりにくいだろ。57年に東京芝浦電機の資本参加を受け入れて東芝参加に。なんで東芝の参加に？当時音響はテレビ工場を建てて音響ブランドのテレビを200台ぐらい作ってたみたいです。なんか工場作った割に生産台数が少なくない？東芝ブランドの真空管テレビは月産5万台です。ほとんど東芝ブランドじゃん。多分工場を建てるにも資金がいるし販売先が必要だから東芝参加になったんだろ。60年代になるとトランシーバーや医療機器分野などにも進出しました。トランシーバーはわかるが医療機器ってなんでだ？クリアな音が出る心音計などですね。ああ、そういう活かし方なのか。66年にコンサートジュニアという卓上型セパレートステレオを発売しました。これなんかすごいの？当時暮らしの手帳という総合雑誌で製品の性能を検証するコーナーがあったんですが、それでナショナルやビクターなどの製品を押しのけてダントツの評価を得て話題になりました。良い製品だったというのを証明できたからなのか。これがきっかけで卓上セパレートがブームになって他社も似たような製品を販売しました。いつの時代も2匹目の土壌を狙う人がいるのか。波に乗り遅れて正気逃すのももったいないしな。ここで音響はテレビ事業から撤退してオーディオ製品を主力事業に据える決断をします。うるせえ東芝のテレビを作ってる場合じゃねえと。なんで喧嘩腰なんだよ。60年代はオーディオメーカーとしての地位が確立して70年代には海外に出ました。71年に社名を大阪音響から音響に変更。72年にドイツのミュンヘンに現地法人を設立。75年にはアメリカニューヨークにも設立しました。やっぱ海外に出なきゃダメだよね。
80年代の音響は絶好調でした。みんながバブリーでウハウハだったから？当時若者の間でミニコンポがブームになりました。昔の家ってミニコンポやラジカセが置いてたところ多かったよな。音響は82年にラディアンシリーズを発売、CM には南野陽子を起用しました。有名なアイドルを起用したのか。他にも世界初の2倍速ダビング機能搭載のダブルカセットデッキや評判が高いスピーカーシステムを開発。もう音響関連だと無敵やん。しかしバブル崩壊とデジタル化もあって一気に経営が厳しくなったようです。バブルの頃絶好調だったらその分落下幅も大きいな。それで東芝は音響株を大月直人という人物に売却しました。誰それ？まあ実用家ですね。電子機器メーカーを設立したり企業の再建に成功した実績を持ってました。いわゆるプロ経営者みたいな感じか。ここからなんとか立て直しに成功して2003年ジャスダックに上場しました。おお、さすがプロ経営者。この後 IT デジタル分野を強化してさらなる成長を考えました。確かな技術力があるし周りの変化に対応できればもっと拡大できるのでは？それで今どうなってるんだ？破産しました。一体何があった？じゃあその経緯を解説します。音響が破産した原因はいくつかの説があるのですが、まあ単純じゃないから明確な答えはないわな。一つは外部環境の変化。みんな音楽を聴かなくなったの？そういうわけじゃない。まず一つあるのは国内全体のオーディオ機器が売れなくなったという事実があります。国内音響機器市場は急速に縮小していて2000年3786億円でしたが、2014年には1000億円を割り込みました。めちゃめちゃ下がっとるやないかい。なんでこんなに下がったんだ。一般的な意見としてはオーディオ市場の変化と言われてます。どう変化したの？一つはマンションに住む人の割合が増加したこと。ああ、確かにマンションで爆音を出すのはちょっと気が引ける。爆音をちょっとで済まそうとするな。それでもマンションに住んでる人って全体の1割ちょっとだろ？さらに2001年に iPod が登場。出たよ21世紀のラスボスアップル。そんな言い方初めて聞いたわ。それで市場の縮小が止まったかと思えば2010年前後でスマホが急速に普及しました。またアップルか。それまでは音楽プレイヤーが必要だったがもはやそれも不要になったのか。これらデジタルの需要もあって急激に進化して圧縮技術などによる音質が向上しました。逆にアナログは衰退したんだな。これらもあってデジタルに乗り遅れたかつてオーディオ御三家の一社であった三水電機は経営危機になりました。それで音響も同じく衰退したと。いえ、音響はこの荒波を回避するために業態を拡大しました。何を始めたんだ？音楽ビジネスに参入します。2002年にインディーズレーベルを立ち上げたり2005年に楽曲配信も始めました。アップルとか大手がいるのに勝てるのかな？さらに業態を拡大するため2007年にパソコンのソーテックを買収します。うわ、ソーテックってくっそ懐かしい。年齢バレるぞ。これを音響ブランドにしてオーディオ性能が高いパソコンを打ち出しました。パソコンで音にこだわってる人って多いのかな？人によると思うが音楽業界の人間なら普通アップル選ぶだろ。またアップルかい。タブレット市場が伸びるのを察知して市場に投入します。おお、市場に敏感だな。ただタブレットって音響の強みの音を前面に出せなくないか？あ、まあそれでちょっと変わったパソコンも作り始めました。これ後で笑われる商品じゃん。どこぞのスマートフォンを思い出すね。やめろ。結局 PC 事業は大赤字でそのまま縮小しました。まあうまくいかないこともあるさ。2010年大幅に組織変更、新たに法人を設立して法人名を変更事業分社化しました。会社ロンダリングってこと？最悪な言い換えやめろ。当時の売り上げは AV、PC、OEM、不動産に分かれてました。AV ってそんな過激な。オーディオビジュアルの略だよ。利益はこんな感じです。AV と不動産以外儲かってねえ。PC こんなに赤字だったのか。それで撤退したのね。撤退じゃない縮小です。とっととやめちまえよ。2012年には世界的なギターメーカーのギブソン社や国内音響機器メーカーのティアックと資本提携を結びました。資本業務提携って財務体質が悪いのか？2014年度40億円の大赤字を計上して自己資本比率が一気に低下しました。いやー、どうしてこうなった？有価証券報告書を見る限り消費税増税と、ドルビーアトモス対応の映画ソフトが年末商戦に間に合わなくて低調、新製品の開発遅延が影響した模様。やはり消費税の影響が大きいのか。というより円安と在庫処分費用増加の方が大きかったみたいですね。即死かい。もうこのままだと積むのでは？それで音響はオーディオ御三家の一社と言われたパイオニアのホーム AV 事業を音響の事業と統合。おお、パイオニアは私も知ってるぐらい有名な企業。これで買ったな。お金はどうするんだ？音響が株式を発行します。
ということは資金流出はないということか。それで売り上げは急激に回復しました。復活きたー。まあ赤字なんですがね。おいー、お前リアクションで忙しいな。四半期ベースでは黒字になってて、来期は通期で黒字化を計画してます。まあできなきゃ相当やばいよな。それでなんと経常黒字を達成。ついに音響が復活した。売り上げは減ってるのか。いいじゃんいいじゃん、黒字なら来期頑張れば。それで2017年度は再び赤字に転落。なんでー。円高によるものですね。あれ、この頃為替安定してたろ。おそらく損益分岐点に到達するのがギリギリな状態なので、ちょっとでも予想が狂ったり環境が変わると赤字になるのかと。予想した条件全部揃うの稀でしょ。あとこれが音響が目指すエコシステムというやつですが、配信からホームシアタースマートスピーカーといろいろやってるんだな。というかやること多すぎないか。この他にも OEM 事業をやってます。もうちょっと絞れや。おそらくは AV 事業で利益を稼いで、 OEM 事業で工場の稼働率を上げて、デジタルライフ事業で未来への投資になってるのかと。デジタルって競争が激しいから多くの投資が必要だろ。ソニーとかの大手の他に Google や Apple とかのメガ企業がいるしね。しかも稼ぎ頭の AV 事業はどんどんと市場が縮小して売り上げが減ります。え、やばくない？まずオーディオ関連の市場は年々縮小しました。2014年ぐらいから下げ止まってるじゃん。しかしこの中にコンポやエアホンや AI スピーカーなども含まれます。結構幅広い。それで言われているのはコンポなどの高価格帯は維持、ワイヤレスエアホン、スマートスピーカーなどの需要は伸びてます。つまりホームシアターで中価格帯市場が大幅に縮小してると。ということはあれやこれやとやってる音響が一番苦戦するでしょ。ある程度音質が向上したから差別化が難しくなったよな。音響の配信サイトもサブスク型サービスが浸透して厳しくなりますからね。四面楚歌待ったなし。こっからどうなるんだ。2017年度は大赤字だったので来期は黒字達成を目指します。具体的にどうするんだ。 AV 事業は微減ながらもデジタルライフを強化して、 OEM もブランド訴求して受注拡大します。 OEM なのにブランド訴求ってどういうことだ。サウンドバイ音響などと表示して高品質なことをアピールするわけです。ああそういうことね。調理家電にも提案するみたいです。調理家電に高音質のスピーカーいらんだろ。一方業務用音響機器事業を売却することを決定しました。法人向けを売却して事業を集中させるのか。結果2018年度は売上438億円と前期を大きく下回りました。なんでそんなに下がってるの。ドイツにある欧州の子会社の事業を譲渡した結果、大幅に売上が下がりました。欧州って売上が大きかったのか。日本や北米と同じぐらいの売上でした。それ売ったらあかんでしょ。それでギリギリの黒字を計上。利益率 1% 以下じゃねえか。まあ黒字要因が法人税の調整なので営業計上ともに真っ赤なんですがね。ダメダメじゃん。これら業績不振の影響で資金繰りが悪化、吐き気が出そうなキャッシュフローだな。当然現金も急激に減ってます。減りすぎー。流動比率ってわかりますか。全然知らん。一般的に流動資産というのは現金あるいは1年以内に現金にできるもの。流動負債は1年以内に返済しなければならない負債ですね。それで流動資産より流動負債の方が多かったら、持ってるお金より支払うお金が多くてヤバいってことだ。それで音響はどうなってんの。一応流動比率 100.8% とギリギリ流動資産が上回ってます。ギリギリすぎるわ。それで音響はこの窮地を脱するために大きな決断をします。どうすんの。音響のセグメント別の売上と利益はこのようになってるんですが、主に AV 事業なんだよな。このホーム AV 事業を売却します。素養を売るのか。他の事業は売却しようにも難しいですからね。利益出てないし売れるものがないということか。でもこれで売却すれば生き残れるんでしょ。その売却交渉は失敗して売却できませんでした。なんじゃい。それで2019年度は約100億円の赤字を計上しました。じゃあ、あれ、結局事業売却したのか。売上がめちゃくちゃ減ってるじゃん。大きな事業売却はないっぽいですね。じゃあなんでこんなに売上が減って。は、コロナの影響か。家電業界はコロナで売り上げが伸びたところが多いぞ。じゃあ一体なぜ。工場の生産縮小停止が相次いでしまって。ああ、コロナで生産停止になったのか。それもありますが、支払いが遅延して生産してくれなくなったみたいです。そっちかい。2020年3月時点で現金 7.1 億に対して買掛金や未払い金合わせたら100億円超えてますからね。全然足りないじゃん。これらにより見事33億円の債務超過に。終わった。増資とかしなかったのか。前から増資をやって
っていて MSCB や MS ワラントなど結構ヤバい増資にも手を出してました。結果既存の株主はめちゃくちゃ支配率が薄まりましたからね。株主にめっちゃ迷惑かけてたのか、リストラとかはやらなかったのか。2015年と2019年に100名ずつ希望退職者を募集しました。結構減ってるな。ただちょっと危機感薄いような。まあ希望退職出さなくても人材がどんどんと流出してます。ごっそり減ってる。まあこんな企業だと給料は上がらないだろうし、先行き不透明だから辞める人が続出するのはわかる。それでここからどうすんのさ。資金調達や負債の資本化、デッドエクイティスワップで財務を改善、国内や中国の工場などを閉鎖売却して規模を縮小します。こっから改善すればいいけど。それでここから組織を変更して独立採算を徹底する方針です。なんかそれぞれ勝手に生き延びろって感じだな。2021年1月に財務体質を改善させようと投資ファンドに新株予約権を割り当てて60億円の資本増強予定となります。それで債務超過を解消させられるじゃん。さらに各社今後の戦略を打ち出しました。これで復活か。しかしその新株予約権は12億円分しか調達できませんでした。のおー、なんでそれしか調達できなかったんだ。株価が下がりに下がって15円ぐらいですからね。うまい棒並みの値段やんけ。しかも業績の回復の見込みがなくて、売上が88億円、経常損失が45億円の見込みでした。めちゃくちゃ下がってる。これで今後回復しますって言い続けたら訴訟もんでは。これで2期連続債務超過がほぼ確定したことで上場廃止見込みに。終わった。資金調達も難しそうだな。ちなみに3月31日の株価は22円だったんですが、この発表をした翌日には7円に下落しました。うまい棒も買えなくなった。もうこれ積んだろ。それで8月1日に上場廃止となりました。何の抵抗もなく廃止か。音響は株主総会で、上場廃止になっても再上場を目指す。まあここからスポンサーとか探して AV 事業を中心に立て直せば。あ、その AV 事業はシャープとボックスの合弁会社に事業譲渡しました。そうなの。さらにイヤホン、ヘッドホンなどのデジタルライフ商品の企画販売等の事業も J スターの参加に事業譲渡。どんどんとパージされてるな。他にも音響、スポーツや音楽配信のE音響、新規事業などを担っていた3代目音響は MDO で売却。一体何が残ってるんだ。一部の販売や自社工場での生産が残ってますね。ほとんど残ってない。一方でクラウドファンディングなどを活用して資金を集めて開発、商品提供など新しいチャレンジを行いました。クラファン、納豆の悪夢が。あれは稀なことだから大丈夫だろ。プロジェクトの支援総額は 1.3 億円、支援者は1834人に上りました。結構すごいじゃん。まだまだ音響ファンがいるってことだな。さらにはパイオニアブランドで30万円以上の AV アンプのクラウドファンディングも始めました。AV アンプってそんなに高いんだ。スタンダードという種類は45分で目標金額をクリアしてます。おお、なんかいけそうな気がしてきたぞ。しかし音響の販売不振や再建回収がうまくいっておらず資金繰りが悪化。あれ？11月ぐらいから事務所賃料や税金の支払いが遅れ始めました。税金はやばくないか。そして2022年2月8日連結子会社の事業停止を発表。え？3月28日に子会社の破産手続き開始が決定しました。でも親会社は残ってるし。その親会社の音響ホームエンターテイメントも5月13日に破産手続き開始の決定を受けました。そんなー、民事再生とかじゃなくていきなり破産なのか。言われてるのがまず有利子負債がほとんどなくて、残っているのは業者への支払いなどです。あー、金融債権のカットとかできないのか。そういえば銀行からお金借りられなかったの？おそらくは儲かる事業が残っておらず返済のあてがなくて借りられなかったのかと。銀行に頼るのが遅すぎたのでは？銀行にリストラ主導されそうだから嫌がったのかな？ちなみにクラウドファンディングのリターンについてですが。あ、そういえばあれどうなったの？製品はできてるらしいのですが、音響から業者への支払いがなくて納品されてないらしいです。おいー。ということは一緒に生産手続きっていう形になるだろうな。クラファンマジ怖い。これが音響破産の流れです。これ結局何が悪かったのかな？まあ結果論だが拡大しすぎたことだろうな。いち早くネットを活用した事業に活路を見出そうとしましたが、ちょっと事業範囲が広かったですね。話題の AI スピーカーなどにも手を出しましたが、研究開発の負担が重たかったかと。パイオニアの AV 事業を取り込んで大きくしたことで式が早まったような。
もうあそこまで行ったらブレーキ押せないもんね。一方で音響機器メーカーでデノンやマランツを擁する D&M ホールディングスは業績が向上してます。音響機器が全然売れないってことでもないのか。やはり選択と集中は大切なんだな。まあ結果論な部分もありますがね。ということで今回はここまで。ところでなぜこの動画を作ったの？歴史ある企業の破産ということで注目されましたからね。それで今回まとめたということか。という建前は置いて本音はなんだ。アニメなどとコラボした商品を売ってる音響公式ショップというのがあるんですが。ああ、なんか最近ワイヤレスイヤホンとかのグッズをよく見かけるよな。これがどうしたの？この中に音楽を聴かせた酒を販売しているのを見かけてここから興味が出て調べました。意味がわかんねえよ。